はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。今回はですね、スカーリング完全解説という形で、水泳の基本的な練習方法の一つである、スカーリングという練習方法。まあ、この練習方法を知らない人も、今回の動画を見てもらえば、どういうふうにやったらいいのかっていうのがわかるようになりますし、まあ、知ってる人の中でもスカーリングの練習が苦手とか嫌いっていう人が結構多いと思います。スカーリングがこうみんなにこう好かれない理由としては、まず一つに進まないのと、どうやっていいのかがよくわからない、そしてなぜスカーリングをするといいのかっていう、そのスカーリングを練習することによるメリットっていうんですかね、目的がよくわからない、だからあんまりやりたくないっていう人が多いと思うので、今回はスカーリングをどういうふうにやったらいいのか、どこを気をつけたらいいのかっていうことと、あとはスカーリングをするとどんなメリットがあるのか、そこをですね、こんな風にちょっと図を描いてみたので、これを使いながら解説して、あとは実際に水中でスカーリングをしている動画、これを見ながらこういうところを気をつけてスカーリングやってくださいっていうところ、そこを紹介していこうかなと思います。で、まずですね、スカーリングをやりたくなるような話を最初にしてから、スカーリングの実際のやり方に入っていこうかなと思うんですけど、まず最初にですね、このスカーリングが泳ぎの中に自然と入ってる人、スカーリングの練習というのは手のひらを外に向けたり内に向けたりする練習なんですけど、この手のひらが外に向いたり内に向いたりする動きが、この手の柿の中に入ってる人っていうのは、こういう状態で水をかけるようになって、手が入水してから手のひらが外向く、手のひら内向きながら肘が曲がっていって、そのまま手が最後まで伸びていく、こういう手をかいていく動作にスカーリングの動きが入っている人っていうのは、水を後ろに押している時間が長くなります。ところがスカーリングの要素がなくて、単純に水を集めて後ろに押そうっていうふうに思っている人っていうのは、水をですね、この赤い矢印みたいに下に押しちゃう時間ができてって、ようやくこの辺ぐらいで水を後ろに押すんですけど、最後の方というのは水を上に押してしまう時間ができる。なので、この手を入れてから最後フィニッシュまでの間に、水を後ろに押している時間だけではなくて、水を下に押したり水を上に押したりするような、この無駄な時間ができてしまう。手の柿の中で無駄な時間ができるようになると、そこでエネルギーをロスして、例えば100の力で書いてるのに、水を実際に後ろに押してる時間っていうのは60ぐらいで、前半 20% は下に押してる、で後半 20% は上に持ち上げてるみたいな感じで、ロスが生まれてしまう。せっかく100力を出したのに、そのうちの60しか前に進むことにこう使えない、そういう風になりやすいんですよ。まあ、これはですね、僕はこういうふうに泳ぐ人のことを、外輪船型の泳ぎをしてるなって思ってます。まあ、僕歴史大好きなので、この黒船が幕末時代にこう来たじゃないですか。まあ、僕が見たわけじゃないんですけど、その黒船とかで船の外に水車みたいなのがくっついてて、水車みたいな、これがくる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 回ることで前に進んでいく、その船を外輪船というふうに言います。で、外輪船が主に使っているものっていうのは、水をこう文字通りこの板で後ろに押していく抗力を使って進んでいく。でも外輪船っていうのは、純粋に後ろに押せてる時間っていうのは、まあこの辺ぐらいなんですよね。この辺ぐらいが後ろに押せてるんですけど、この入ってからのこの辺りと、で最後水の上に上がっていくこの辺りっていうのは、後ろじゃなくて下に押したり、最後上に跳ね上げるような方向になって、ロスが大きい。まあ、他にももう専門的に言うと、この抗力と揚力の違いとかっていうのを説明しだすとものすごく長くなっちゃうし、スカーリング動画で揚力の説明とかしだしたら、ちょっといらない情報になりすぎちゃうと思うので、大幅に省略するんですが、この外輪船っていうのはすごくそのエネルギーが推進力に切り替わる効率が悪いと。なので、今の船っていうのは、普通に使う船はもう全部このスクリュープロペラの船に切り替わってます。スクリュープロペラっていうのは、こう後ろに押して前に進むみたいな感じではなくて、こう翼型のものがついてて、それがこう回転していくことで揚力を得て前に進んでいく。これが一番エネルギーを推進力に変えていく効率が高いシステムになってるんですけど、このスカーリングが使える人っていうのは、スクリュープロペラが手に入ってるみたいなイメージで、腕が例えば100かいたら、この100に近いぐらい水に力が伝わって前に進んでいく、そういうイメージがあります。でも直感的に考えると、こんなやつをつけてこうくるくる回すよりも、実際にこう
外輪線みたいに板とかで後ろにちゃんとこう押してった方が進みそうっていう風な直感的なイメージがあるので、多くの人の場合そんなスカーリングなんかで進むように手を入れてこのままこう手のひらでしっかり後ろに水を押した方が進むだろうってやっぱり思っちゃうんですよ。なのでスカーリングの練習をするよりも、例えばこの腕力をつければいいんだろうみたいな感じで、こういうゴムのチューブみたいなのを壁に引っ掛けて、こうやってこうぐん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 こうやってここの筋力をつけてこれで押して進んでやろうみたいな、そういう方向性に行きがちになるんですけど、まあそのパワーを使って進むというよりも、上手にスカーリングで手のひらをまっすぐのままこう押していく、要は外輪線型の手の書き方をするのではなく、手のひらが45度ぐらい外向きから手のひらを45度ぐらい内向きにさせながら手を書いていく、こういうこうまさにプロペラのこの面が少し45度ぐらい傾いて、この傾いた面が回転していくような感じで手のひらをプロペラのように使いながら泳いでいく、そういう手の使い方で書けるようになると、これ4泳法全て進みが良くなります。一書きでめちゃくちゃ進みます。上手な人なんかはこうバチャ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 いっぱい書いてなくて、一書きでスーってやっただけですごく進んでいって、ゆっくり泳いでるように見えるけど実はすごくスピードが出てるっていう、そういう泳ぎ方ができる人がやっぱり上手な人だと思うので、やたら力に任せてぐん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 こうぶん回して早く進んでいくっていう泳ぎ方じゃなくて、スカーリングをやっていくことでスクリューのような手の使い方を手に覚え込ませていく、頭でいちいち考えながら手のひらを外に向けた後に、肘を曲げながら手のひらを内側にしてとかっていちいちこう考えながらやってたら頭も疲れちゃうし、余計な力も入るし動きが止まっちゃったりとかして進まなくなるので、このスクリューの感じを手に覚えさせる練習っていうのがスカーリングの練習です。なのでスカーリングができる人の方が圧倒的に効率が良くなって、楽なのにスピードが出やすくなる、これがスカーリングをやるべき理由です。まあ、ここまで聞くと皆さんスカーリングやりたくなってきたんじゃないかなと思うので、実際に僕が水中でスカーリングをやってる動画、そこを見ながら今度は水中動画で実際の動きを解説してみたいと思います。こんな感じでですね、壁を蹴ってスタートしたら、手のひらを外打ち、外打ち、こういうふうにひら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 動かしていきます。今軽くバタ足してるんですが、足に V を挟んでキックしないで手だけに集中させてもいいです。で、今ゆっくりやってるんですが、手のひらがこっち向いた後内側向く、外向いた後内側向く、こういう風に動いています。で、今ちょっと呼吸してその後頭をまた戻したんですが、基本的には頭はずっと入れたままでやっていくといいと思います。で、脇の下がですね、こう閉じたり広がったりしないでできるとすごくいいです。脇の下をずっと開いた状態にして手のひらを外内外内っていう風に動かしていきます。こういう風な動きをしていくことで手にプロペラのような動き、これをこう腕に覚え込ませていく練習になっていきます。はい、もう一度やってみます。こう壁を蹴った後にこういう感じで手のひらを外打ち外打ちというふうに動かしていきます。 できれば手首は固めておくぐらいの方が初めはいいと思います。手首が柔らかく動いちゃうと肘の使い方ではなくて手首で持っていくようになる。で、今こう角度が変わったの分かりますかね。最初前でスカーリングしてたのが、そこは今度胸の下ぐらいでスカーリングしている状態になって、そしてここからですね、少しずつスカーリングを下に下げて、今度は腰のあたりでスカーリングする感じになります。前でスカーリングするのをフロントスカーリング。で、胸の下でスカーリングするのをミドルスカーリング。で、最後、腰のあたりでスカーリングするのをリアスカーリングというふうに僕は呼んでいます。で、この3つのポイントでスカーリングをする、前、下、後ろ、この3つでスカーリングをしていくと手の書きがすごく上手になります。で、またこれがフロントスカーリングに戻します。で、初めのうちはフロントスカーリングを基本としてフロントスカーリングをいっぱいやるのがいいと思います。そして今度は前から見た図ですね。肘がこう上に向いてこんな感じで肘が動かないようにして手のひらが外向いた後内を向く、手のひら外、内、外、内とこういうふうに
やっていきます。そしてこれが悪い例です。肘がこういうふうに内側にこう沈んできたりまた上がったり、これ脇の下が閉じたり開いたり、脇の下を閉じたり開いたりする動きっていうのはこれは良くない動きです。脇の下は今いい例に戻ったんですけど、脇の下は常に開けたままでこういうふうにスカーリングをしてください。脇の下開いたまま手のひら外、手のひら内、こういうふうなスカーリングがいいです。そして、これがもう一つの悪い例です。こう力が入っちゃうと、すごくこう肘が曲がったままでスカーリングしちゃうんですよ。もっと肘が伸びて、こんな感じでワイドに行ってから曲がってくる。スーッて伸びてから曲がってくる。こういうふうに大きなスカーリングができるといいかなと思います。でもう一度、悪い例を見てみたいと思います。これが悪い例一つ目。脇の下が締まった後上がる。そうすると肘が毎回ブレちゃうんですよね。肘を固定しながらやりたいのに肘が毎回こう動いてしまう。脇の下閉じて開いてっていう風になってしまう。でここがまたいい例で、脇の下を開いたまま大きく外に行ってから内に持ってくる。大きく外に開いたものを内側に持ってくる。こういう風なスカーリングをやりたいんですが、どうしても力が入るとこれがまた悪い例、2つ目ですね。すごくちっちゃくなってるのがわかると思います。外にあんまり広がってない。内側にもあんま閉じてない。そして最後またここでいい例で、外に広がった後内に閉じる。外にしっかり広がった後内側に閉じていく。こういうふうにスカーリングをしていきます。あんな感じでスカーリングをしてください。壁を蹴ってスタートした後に、こういうふうに手のひらを外、内、外、内、外、内というふうに動かしていきます。で、この時に脇の下ですね、ここをある程度開けたままやってください。こう脇の下を閉じたり開いたり、閉じたり開いたりするような動きをしてしまうと、肘が毎回動いちゃいます。これだと進まないです。なので、脇の下を開いて、肘がもうここの空間に固定されているようなつもりで手のひらを外、内、外、内ってやって揚力を生み出して進みます。押していく抗力ではなくて揚力で進みます。で、実際のクロールではこの揚力と抗力をミックスして泳いでいくので、手で後ろに押す、中に揚力を混ぜながら手で後ろに押すっていう風にやっていくとすごく進みが良くなるので、スカーリングの練習っていうのはこの揚力だけで進む練習だと思ってください。なのでスカーリングの練習だけですごくスピードが出るわけではないです。同じ人がこうクロールで泳ぐよりもスカーリングをした方が早いっていうことはないです。スカーリングのレベルが高い人っていうのはスカーリングで普通にクロールを泳いでる人よりも速いスピードでスカーリングできる人とかもいるんですけど、基本的にはスカーリングの練習っていうのはスピードが出ない練習です。なので早く泳ごうと思ってこう力を入れちゃったりとかすると、あの小さい平泳ぎをやるような感じになってきたり、あの力が入って全然こうここでふわっと伸びて曲がってくる、しっかり伸びて曲がってくるじゃなくてこう小さくなっちゃったりとかしやすいので、スカーリングはあんまり早く泳ごうと思わないで練習する、うまく揚力を使う、これの能力を高めて、それが高まったら抗力とミックスして抗力、揚力を両方使いながら書くってやると、この揚力なしで抗力だけで書いてる時よりも圧倒的に進みが良くなると、そういう感じで思ってもらうといいかなと思うので、スカーリングの練習でこの揚力単体ではそこまでスピードは出ないです。でも練習しておかないとこの揚力を使うっていうこの使い方っていうんですかね、このそのための腕の使い方っていうのが一向に体の中に入ってこないので、進まない、スピードが出ないけど我慢して練習すると。毎回競泳選手なんかは1回の練習の中で200メートルもしくは400メートルぐらい、50を4回とか50を8回とか、それぐらい長い距離スカーリングの練習をしてます。毎日です。それぐらいやっぱりスカーリングって大事なので、基礎練習としてやっとくのかやっとかないのかでだいぶこの違いが出てくる練習方法だと思います。で、まあ、またちょっとこのスカーリングの実際のやり方の方に話を戻していくと、壁を蹴った後に手のひらを外を内外を内というふうにやっていきます。まずはフロントスカーリング、この頭の前側ぐらいのところでスカーリングをする。その後ミドルスカーリング、胸の下あたりでスカーリングをする、この辺ぐらいですね。そして最後はリアスカーリング、腰の前あたりでスカーリングをしていく。これらどこの場所でやってる時も肘がこういう風に
肘の動きでやろうと思わないで、肘は固定したまま肘から先の動き、肘から先が外に広がる、肘から先を閉じていく。なので肘はこの空間にずっと固定される感じで、肘の空間がこういうふうに毎回移動してしまわないようにスカーリングをする。これが鉄則になります。これでまずフロントで、まあ、10メートルぐらいやって、でミドルでまた10メートルぐらいやって、で最後リアでまた10メートルぐらいやって、それらをフロントミドルリアみたいな感じでつないでいくと、手の柿の中に揚力のある柿になってくるんですよ。これをこう押していくだけではなくて、ここで揚力を生み出しながらプラス抗力を使って書くみたいな感じで、揚力と抗力のミックスで手が動かせるようになっていきます。これができたらもう水泳中級者、中上級者、まあ、上級者に近いぐらいのレベルになれると思うんですよね。だから初心者の場合っていうのはやっぱりこう抗力だけで進もうっていう感じがすごく強いので、疲れるしあんまり進まない、そういう泳ぎなんですけど、上級者はやっぱりこの抗力と揚力をミックスした形で手を使っていけるので、すごく進むし楽っていう感じ。ここをですね、すごくこう僕としては伝えたいんですけど、なかなか難しくて、言葉で理解するイメージするよりも、とにかくスカーリングの練習とかをいっぱいやって体で覚え込んでいく。ああこうやって書いた方が進むとか、もしくはバタフライだったらこうやって書いてからの方が体持ち上がって息もしやすいし手も上がりやすいじゃんみたいなのを、こうやっぱりそのこういう座学的なもので理解するというよりは、いっぱい練習していくことである日突然気がつくみたいな、あれなんか前より少ない書き数で25メートル泳げてるぞみたいな、そんな風になってレベルが高まっていくとある時気づくんですよ。そういう風に泳げる人を増やしていきたいっていうのが、まあ僕が思ってるところなので、今回は結構長めにスカーリングについて解説してみたんですけど、とにかく進まないんですが、その嫌わずに毎回プールに行ってからスカーリングをやる、まあキックの練習してスカーリングして手をかく練習、まあプールとか V を挟んで手だけで泳ぐ練習して、で最後スイムで練習してみたいな風に、このスカーリングも毎回の練習の中に入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。なので、まあ、今回はちょっとマニアックすぎるかなっていう気もするんですが、スカーリングに関する、まあ、僕なりの考え方、他の人こういうこと言ってないので、これ僕の考え方が間違ってるかもしれないんですけど、まあ、僕的にはこの手を書いていく中に抗力プラス揚力で書けるようにしていきたい、まあ、そのための練習方法がやっぱりスカーリングだと思うので、スカーリングの練習っていうのはいっぱいやった方がいいっていう風に僕は思ってるので、ぜひレベルアップしたいなっていう方はスカーリングの練習をやってもらえるといいと思います。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、そしてメンバーシップへの加入が更新の原動力になります。メンバーシップでは、ここスタジオ K でやってる様々なトレーニング、腹圧の入れ方や呼吸方法、そしてこう胸郭とか背骨を柔らかくする、肩甲骨を柔らかく使う、股関節をちゃんと使えるようにする、首の使い方、そういった様々なトレーニング方法を小分けにして、会員限定動画で見られるようにしています。なので、まあ、お正月とかになって、プールがお休みになって、家でどうしようかな、だらだら過ごすかな、みたいな時に、トレーニングのやり方動画、それを見ながら、お家で、ここのスタジオ系でやってるようなトレーニングを、実際にやってもらって、で、やった上で、これで合ってるかな、とかっていうのがあったら、その動画の、コメント欄に質問みたいなのを入れていただければ、そこに対して僕が返信していく形で正しくトレーニングできるような方法を皆さんに提供できたらなと思ってますので、ぜひこの下のメンバーになるっていうボタンを押していただいて、そこでコースがいくつかあるので見ていただけるといいと思います。ちなみに一番最初に出てくるこの青龍っていうコースは、見られるメンバー限定動画がちょっと少なめなので、そのさらに下あたりからふざく白虎玄武とか、そのあたりを見ていただいた方がたくさんの動画が見られるようになります。なので、ご興味のある方がいましたら、下のメンバーになるっていうボタンを押していただいて、どんなコースがあるのかなって見ていただけると嬉しいです。はい、という形で今回はスカーリングの解説動画でした。ぜひこのスカーリングをやって、まあ、抗力と揚力両方身につけてレベルアップしてもらえるといいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。